ささん、小さく右へならえって覚えて覚ます前回の吉谷さんの動画でみんながやってるからだから自分もこうやるんだそんな右へ習いでいいんですかっていうふうなね問いかけが最後にあったじゃないですかでも私もね小さく右へなぜならマイケル・ナイトがキットに乗ってねさっそ爽と走り抜けて事件を解決してくれるところをかっこいいなと思いながら育ったわけですよ。 ででそれをを真似ててキットを買ってるわけなんですよだから小さく右へ習いですよね多数派ではないけども少数派に習ってるわけなんですよねもう影響受けちゃってるわけですよで私は結構ねあのコスプレが好きなんであの宇宙戦ヤマトの沖田艦長の格好したりねそれから「男はつらい」の寅さんの格好をしたりとか「ガンダム」やったりとかね結構40代ながら楽しんでますでもこれも右へ習いなんですよね なんかああいう風になりたいなこういう風になりたいなと思ってすでに創作物として世の中に出されているものを自分が演じているみたいなねいやほんとにねミーハー魂ですよねいいんですよ何かになりきるとか誰かになりきるの楽しいんでで今日はね実は広島市内に弟子のマンションに行ってきました広島駅前に新築の中四国一の それこそね、中四国の六本木ヒルズみたいなのがドーンと立ったわけですけども、そこに事務所を入れたっていうんでね、家賃はおそらく二十数万から三十万からするでしょう。いや、固定費かけちゃダメだろうって言ってんのに、固定費かけてそこにオフィス入れたわけですよ。でもすごい良かったですね。これも六本木ヒルズで右へ習いだったのかなと思いますけども、いや、結構ね、いい暮らししてますね。うん。 事務所といいううよりもねもね住まいですよ、うん、すごい。で俺の事務所あそこみたいな感じで言うとみんなねわすごいみたいなランドマークタワーに住んでるようなもんなんですよ。まあランドマークタワーになんか住んでる人って大体転落しますけどね。<laughs> まあそんな感じで今日はあの小さく見え習いを見てきました。でもやっぱりねこの人みたいになりたいと思ったものを実現してる姿ってそれなりにねバカにできなくって。 で、私が今日ねどうしてもっていうことなんで田舎から出て行ってそのオフィスに行ったわけですよ長い時間かけていやめんどくさかったですよでも行くことによっていや久保さんにこういう姿見せたかったんですよみたいな、うん、そっか俺が来たことによって一つの成功した姿を一番見せたい人に見せたんだなと思ったら私もちょっとね嬉しくなってでそうなった人ってほ本当一部なんですよ 大抵の方がビジネスが続かなくなったりせっかく売上立て始めたのになんか挫折してみたりとかね有頂天になったりとかそれから残念ながら詐欺みたいいなことにこう、ね、心奪われちゃって身を崩すす人もいるんですよ稼ぐってことは清く正しく美しくをど真ん中に貫いていないと少なくとも自分に恥じないことをやってないとね後ろ見たいこととかって。 やっぱり遺恨になって弱みになって堂々と出れなくなったり YouTube の更新がしにくくなったりとか表現することに戸惑いが出てくるんですよねだから正々堂々とやってるからこそいつでも顔を晒し名前を晒しいつでもどうぞって会いますよ話聞きますよっていうふうにできるんですけどもどこかに後ろめたいことを残しちゃうともしかしたらあの件で突っ込まれるかなこの件で上げ足取られるかなみたいになるわけですよで今日ね実は 一つだけメッセージを伝えてきました。それは、顧客に弱みをちゃんと見せておけってことなんですよ。で、今日行ってきた彼は、あの、まあ、吉田さんともね、お会いしたことがあるんですけども、ま、そっか塾の中では生え抜きなんですよ。最初から優等生でした。私と一緒にビジネスをしたこともありますし、会社の運営も未だに一緒にやってるところがあります。で、彼のね、強みでもあり、 私との違いであり弱みっていうのは弱みを見せないことなんですよねそうすることによって顧客とトラブった時にはお客さんが文句を言い出せないようなもうすでに防波堤を築いてるんですよそれこそ一部の隙間はありませんだからこそお客さんは取り付く島がなくってどうやっても自分のせいだなってことに気づくんで嫌な感情だけが残るんですよねその時なんですよ私がちょっと弱みを見せて 付け込まれるととこころをわざと作っておい,いいいいたたた方がよみたいなことをお話したのそれをねすごくハッと気が付いたみたいであっそっかみたいなねそれは考えておかないとなみたいなことだったんですよ。いいや気づけたのがすすごいなと思うんですよ要するに自分に弱みを見せることによってお客様が感情ではなくてね理詰めで販売者に対してクレームをつけれるようにしておくってことがお客様の留飲を下げる意味ですごく大事でお客様がね、うん まあ交渉しやすくななるってことなんですよねでやばいのはその弱みを見せないことによってもうむちゃくちゃね感情的に悪い噂さを広めていたりとかねそれこそ暴力的な手段に出てきたりとか知らないところでうんだからいろんな人にね影響を与えて足を引っ張る画策をしておくとかそういうふうなトラブルっていうのは利息を生むんですよね。 利利ってののはトラブルの利息ですだからどんどん尾ひれがついて大きくなっておかしな誤解が広まってある日悪評だけが残って急にアクセスや売上が落ちていくっていう現象を作るんですよねですんで私は弱みを残しておくことによってその方がね攻めやすいようにしてこ,しこちらとしても落としどころが作りやすいようにその弱みに対してはリスクエッジをしとけばいいんですよねそうすると クレームを言ってきた人はしてやったぞって気持ちになって感情は下がるんですよ。でその方に対してこちらから今回は誤解を与えてしまったんでこういうふうにの責任を取らせてもらっていいでしょうかっていうふうに交渉がむちゃくちゃしやすくなってねそういうことだったらあのもう一回考え直してもいいよっていうふうにちょっとね一本取らせてあげるっていうところなんですよね私の場合は結構それをやるんですよね一 <laughs> 本取らせてあげてあやっぱねあの言うことは言わせてもらうよみたいな感じで 鼻高々になるわけですよ。いやー何す、ね、何々さんらは叶わないですよ。これからも教えてください、みたいな感じでね。で、結局、手の上で転がすっていう手法なんですけどね。うん、だから、小さく右へ習いっていうところから始まって、私のトラブル解決方法まで来ましたけども、やっぱりそういった形でね、あのー、返金も全然 OK ですよ、と。何なんならのしつけて払いますよ、みたいなことをしとくとかね。そしたら、いや、そこまではいいんだけど、みたいな。要するに、返金を承諾すると、私との縁が切れるってことなんですよ。 返金ししたででょってことでね返金をしてしまうともうね相談事ってすごくしにくくなるんですよね。でそういった心理を使ってもう返金しますよと、うん。じゃあそっか塾はもう大会扱いで返金するんでなんなら迷惑料をつけて返金しますからっていうとねいやなんかそうじゃないんですよただ話を聞いてもらいたかっただけなんですってこういうふうに伝わりにくい部分があるんでね自分はいいけど他の人に迷惑かかっちゃいけないでしょみたいなねだ <laughs> から自分はいいけどみたいな言い方になってくるんですよね。 そうしたらこっちの一本勝ちだなというところでねあクレームからさらなるこの距離感を縮めるっていうかね本当のファンができるんだなっていうまあそういう道も用意してるってことになります、はい、じゃあ今日のタイトルはですねクレームから始まる信頼関係ってことにしときましょうかええー、本当にねこのねクレームからどのようにその人を 自分の手元に置くかこれがねジョーカーの法則あジョーカーの法則にしましょうかねジョーカーの法則っていうのは最後にまとめますけどもあのトランプって52枚あるじゃないですか52枚のうちにジョーカーが入ってるんですけどもまずねエースっていうのは自分にとって絶対的な味方なんですよ、ね、でフだっていうのは自分に対してこう絶対的な敵なんですよクイーンからキングまでね 大体絶対的な見方が全体の10%絶対的な敵が全体の2-30%いると言われて残りの2位から10までの普通の数の札ってあるじゃないですかこれはどっちでもいいという無関心層だそうなんですよねその中でジョーカーは何かっていうと一見的なんですよ一見的なんだけどもこちらの対応によってくるっとね大富豪のように役割を変えて エース以上の味方になってくれるという存在なんですよね。まあ、ですんで、ビジネスや人間関係っていうのは、ジョーカーを探す旅とも言えます。このジョーカーをことにおいて、あ、こいつは攻撃してくるな。でもジョーカーかもしれないな。よし、ひっくり返してみようかな。みたいなね。そんなことで、自分の、なんですかね、ポジションをさらに強固にしていくっていうのが、もう私流のね、やり方でございます。ジョーカーの法則でした。いってらっしゃい。